今日はこんな感じで出かけます。行ってきます。やっぱり日本のそばは麺自体が全然違います。超美味しい。お昼ご飯を美味しく食べてからこの後これからお仕事の方に移動します。今日も頑張ります。行ってきます。ありがとうございます。ありがとうございます。개인적으로이렇게아저씨들이사는카페를좋아하거든요。아저씨들특징나오죠。그렇죠。취향이약간나오죠。これこの4ついただいていいですか。はい、お願いします。今万博記念公園にやってきました。昔衝撃的なものすごいショックを受けた20世紀少年の舞台となったあの太陽の塔が真後ろにあります。私本当に本物見に来るの初めてめっちゃびっくり。初めて20世紀少年見た時のあのショックが忘れられなくて、もう見た瞬間なんかドキドキするんですけど、想像してたよりももっと大きくてびっくりしました。こんな大きいと思わなかった。後ろで睨んでる。リザルブコーヒー店というお店にやってきました。すっごいおしゃれ。私はサンミヌアル。エルサルバドルです。전없는거。酸味がないものだと。ペルーとか、ニューギニアがですね。어떤거좋아하세요？저민선님이랑같은거먹을게요。酸味있는거별로안좋아하잖아요？좋아해요。좋아해요。좋아하려고이제。仕事無事に終わって、これからスタッフの方の一人とお寿司を食べに行きます。아회장처럼。그래서그런상품들이많아서이렇게여기다가많이안가는걸수도있네요。어떻게된거죠？감사합니다。또왔는데스시먹어야죠。그러니까요。아무래도한국에서먹는거랑좀다르죠。맞아요。고등어좋아하시는구나근데。네。되게호불호갈리지않아요근데약간냄새난다고。미국에서대학을다녔는데。네네네。그때아르바이트를스시집에서했었거든요。아진짜요？그때고등어스시를처음먹어봤는데너무맛있는거예요。
こんな形のビール初めて見ました。なんか缶詰みたいな感じの蓋がこういう風になってる。それと一緒に今日お仕事でお伺いした森のおはぎっていうおはぎ屋さんのおはぎをお土産に買ってきたんですよ。一応賞味期限、消費期限が今日までらしいんですけど、せっかくなんでちょっと食べてみますね。めっちゃ美味しそう。私おはぎ大好きなんですよ。サイズ感が結構ちっちゃめなんですよ。かわいいちっちゃめのサイズです。もう大阪にいる間はダイエットは諦めることにしました。なんかインスタのフォロワーさんの方々がすっごいたくさん大阪の美味しいグルメスポットいっぱいご紹介してくれたんですけど、いやーもう仕事終わったらお店検索したら行くのにもちょっと時間がかかったりして、着いたらもう多分食べれない閉店時間とかになっちゃうので、もう残念ながら本当に行きたかったんですけど、だからまた今度近いうちに大阪来れる機会があったら、もし普通に旅行で来れたら絶対絶対行きたいと思います。本当に教えてくださった方々本当にありがとうございます。今度絶対行かせてもらいます。やっぱり一番オリジナルのおはぎから。私もいなかった。あんこの甘さがめっちゃ高級感ある甘さです。お店の社長さんもすっごいご親切な方でした。お綺麗な方でめっちゃ美味しい。飛行機乗る前に晩ご飯で最後にご飯を食べにフードコートに来たんですけど、私が食べてるのは鎌倉ラーメン。めっちゃ美味しいです。あっさりしてるんですけど醤油ベースなのかな。野菜、白菜とかもいっぱい入っててめっちゃ美味しいです。おすすめ。あっという間に3泊4日が終わったんですけど、今大阪空港じゃなくて関西空港に戻ってきて、これからまたソウルの方に戻ります。でも来週にはまた東京に行くんですよ。なのでまた東京でも頑張りたいと思います。皆さん今回も動画見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。